こんにちは、住吉たまきです。では早速私の持っているダッフィーとシェリーメイのグッズのお気に入りトップ3を紹介していきたいと思います。第3位はこちらです。お弁当とかが入りそうな小さめのバッグなんですけど、でシェリーメイちゃんがここに結構 3D タイプでこうついています。でここはポケットになっていて、中はこんな感じで紫色で貝殻とかお花とか足跡のマークが書いてあります。このサイズのカバンってめっちゃ使いません？このねジルのカバンもそうなんですけど、同じぐらいの大きさで、化粧ポーチがカバンに入らなかった時とか、あとお弁当とか持っていく時とか、あと漫画電車の中で漫画とか読みたい時とか、ここに入れてすぐ取り出せるのでこういうのに入れています。でも私の場合これは汚したくないので、いつもカーテンの横のところのフックのところにかけてこんな感じで飾っています。第2位はこちらです。何だと思いますか？これ実はね膝掛けなんですよ。確かねこれバレンタインの時期でお皿とかマグカップと一緒に買ったんですよ。ここにシェリーメイちゃんが書いてあって、でここにボタンがあって、これを外すと膝掛けが開けられます。柄はチェックにシェリーメイちゃんがどし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 って書いてある感じですね。全部広げるとこのぐらいのサイズになって結構大きいです。裏面はこんな感じのモコモコのフリース素材になってるので、すごいね触っていて気持ちいいです。これのダッフィーバージョンはブルーと緑とかそんな感じの色合いでした。ボルトってどんなんだっけ、こうかな。そして私のお気に入り第1位はこちら。一回は見たことあるかもしれないんですが、ダッフィーの部屋着ですね、ルームウェアです。ちょっと着よう、ちょっとわからないと思うので着替えたいと思います。ウィンガーディアムレビオーサ、ちょっと待って、着替えの呪文ってなんだ。お、お着替えドンはい、着替えましょう。はい、こんな感じです。ダッフィーがついてて、しましまで、ここにもミッキーがついています。これ半ズボンなんですよね。この上下とは別売りなんですけど、この靴下も同じ時期に一緒に購入しました。ここにもダッフィーが書いてあります。フードもついてるので超寒い時はこれで寝たりします。以上、私の持っているダッフィーとシェリーメイグッズの好きなランキングベスト3でした。では最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル、なんで3出したグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。